モンデリーズジャパン株式会社は食品製造等を営む日本の企業でアメリカの食品メーカーモンデリーズインターナショナルの日本法人。モンデリーズジャパンは1978年にイギリスの食品メーカーキャドバリーの日本法人キャドバリージャパンとして創業した。2002年には製薬大手のファイザーが保有していた旧ワーナー・ランバートの貸し部門である。 アダムスブランドを買収し、2007年には低カロブランドで知られるサムスン食品に対し有効的株式公開買い付けを実施し、完全子会社とし、サムスン食品はキャドバリーグループの参加に入った。2008年3月から12月にかけて製造員以外の全業務をキャドバリージャパンに順次統合、サムスン食品は製造し会社となった。 2010年にクラフトフーズがキャドバリーを買収したことにより2011年1月に日本クラフトフーズに社名を変更したがこの時点ではクラフトフーズブランドの商品ライセンスについては以前から存在していたクラフトフーズの日本法人クラフトフーズジャパンが引き続き取り扱っていたため2つの日本法人が並存する形になっていたしかし 同年12月1日にクラフトフーズジャパンのグローサリーライセンシング事業が日本クラフトフーズに関されたことにより実質的に日本法人が一本化された。クロレッツ25周年、リカルデント10周年、ホールズ30周年と主力ブランドが一斉に節目を迎えた2010年、ガムの新規大型ブランドストライドを投入した。 大型ブランドの日本市場への新規投入は実に7年ぶり。5月から、フォーエバーフルーツ、エンドレスミントの2種類を発売、当初の年間販売目標を大きく超えるヒットとなった。しかし急激な売れ行きに生産が追いつかず、エンドレスミントは一時期コンビニ限定販売となり、フォーエバーフルーツに至っては6月以降全面的に販売休止となった。その後製造元である、名刀、 アダムスの新工場稼働などで供給が安定したことからエンドレスミントは11月よりコンビニ以外でも販売を再開フォーエバーフルーツも翌2011年2月28日より販売を再開した2012年1月日本クラフトフーズが輸入販売していたチョコレートブランドキャドバリーブーランの販売を明治グループのマルチフットインターナショナルに トレファンの販売を輸入菓子専門店の友江商事にそれぞれ移管。菓子事業はガムキャンデーに特化した。親会社のクラフトフーズが2012年10月にモンデリーズインターナショナルに称号を変更した後もモンデリーズからスピンオフしたクラフトフーズグループが権利を持つクラフトブランドのチーズも扱っていることから引き続き日本クラフトフーズの称号を使用していたが 2013年7月に現社名に称号変更。同年11月1日にサムスン食品から社名変更していたモンデリーズ・サムスンを合併した。2015年10月にはメントスの日本での販売をクラシエフーズ株式会社に移管した。2016年9月1日よりモンデリーズ・インターナショナルと提携していた山崎ナビスコとの契約関係を解消し、 同社とライセンス契約を結んで製造していた商品のリッツ、プレミアム、オレオの3銘柄について山崎ナビスコから販売権を移譲して当社から販売される。なお、日本でのチップスアホイは引き継がれずそのまま終売となった。2017年12月29日付でキシリクリスタルの製造、販売権をカスガイ製菓株式会社に譲渡した。 サムスン食品時代からの製造工場は新設された、子会社のカスガイ製菓総商が運営する、アイオイ工場となったが、2019年12月29日に、カスガイ製菓へ、吸収合併された。現在過去現在過去。ありがとうございます。